908年頃、ペルーから日本人が50から150人程度の規模で移住してきた。当時、天然ゴムの需要が高く、日本人移住者の多くは、ゴム採集、または、ゴム工場建設の労働についた。最盛期では1000人以上の日本人がリベラルタとその、周辺に居住していたとされる。しかし、天然ゴムの需要低下とともに、 街の繁栄は下降線をたどった。また、第二次世界大戦によって、連合国側であった、ボリビア内での日本人の立場が悪くなったこともあり、いわゆる日本人社会は、急速に縮小した。現在は、日本人の顔立ちをした人や、日本の名字を持つ人は、少なくないが、日本語を話し日本人の風習で生活する人は、ごく少ない。この点は、 同じボリビアの日本人移住地である沖縄移住区や、サンフアンデヤパカニ移住区とは大きく異なる。沖縄や、サンフアンデヤパカニは、戦後移住した人たちが作った村であること、日本政府の積極的な援助があったこと、取り組んだ農業が成功し、ボリビアの農業生産に大きく貢献している、ことなどから、日本人としてのアイデンティティを持って生活している。 日系人が多くいるのである。現在、リベラルタに住む、日系人は、肉体労働者や、家政婦が多く専門職が少ない。このため、経済的に恵まれていない人が多い。日本が高度経済成長した後は、リベラルタの日系人の多くが日本へいわゆる出稼ぎに行った。第二次世界大戦の混乱期に、日系人であることを証明できるものを、 失ってしまった人も多くいたが、証明することができた人は、工場などでの単純労働も可能であるので、なんとか、渡航費用を工面して、働きに行った。日本で数年働いてお金をため、リベラルタに戻って、ラジオ局を開設した人もいるという。近年は、国際協力機構の援助も多く入り、青年海外協力隊や日系社会、 シニアボランティアなどが日本語教育などの活動を行っている。また、1999年に日本ボリビア文化協会が日本人移住100周年記念の日本祭を開催するなど、日系人としての行動の機運が高まってきている。ありがとうございます。